今週のおまけです、電気屋さん男性50代福岡県の方、安倍総理の西田議員に対する答弁に毎度出てくる、終始一貫して西田議員の持論は分かっております。まあ要するに PB 間違っているという話なんですね。こういう話を、総理が言われると、これはある意味安倍総理は私の考えとは全く反対ですと、自ら言っていることになりませんかとこういうことですね。まあその通りそういうことだと思いますね。つまり、私の言ってる PB が間違ってるという論としては分かってるけども、安倍さんが分かってくれていない、そうじゃないですかということですけど、まあ、おそらくそうなんでしょうね。でしかしここをなんとか、しっかりですね納得してもらわなきゃなりませんので、これから、この予算委員会それから閣議問題ももう、終わることになりますから、しっかりもう一度レクチャーをしに行きたいと思っています。ありがとうございました。